ガチョウの誕生日、新見南吉。あるお百姓家の裏庭にアヒルやガチョウやモルモットやウサギやイタチなどが住んでおりました。さて、ある日のこと、ガチョウの誕生日というので、みんなはガチョウのところへごちそうに招かれていきました。これでイタチさえ呼んでくれば、みんなお客が揃うわけですが、さてイタチはどうしましょう。みんなはイタチは決して悪者ではないことを知っておりました。けれどイタチにはたった一つ良くない癖がありました。それは大勢の前では言うことができないような癖でありました。何かと申しますと、他でもありません、大きな激しいおならをすることであります。しかしイタチだけを呼ばないと、イタチはきっと怒るに違いありません。そこでウサギがイタチのところへ使いにやっていきました。今日はガチョウさんの誕生日ですからお出かけください。あ、そうですか。ところでイタチさん、一つお願いがあるのですが。何ですか？すみませんが、今日だけはおならをしないでください。イタチは恥ずかしくて顔を真っ赤にしました。そして、ええ、決してしません。と答えました。そこでイタチはやっていきました。いろいろなごちそうが出ました。おからや人参のしっぽや、ウリの皮やお雑炊や。みんなはたらふく食べました。イタチもごちそうになりました。みんなはいい具合だと思っていました。イタチがおならをしなかったからであります。しかし、とうとう大変なことが起こりました。イタチが突然ひっくり返って気絶してしまったのです。さあ大変。早速モルモットのお医者がイタチのポンポコに膨れたお腹を診察しました。皆さん、とモルモットは心配そうにしているみんなの顔を見回して言いました。これはイタチさんがおならをしたいのをあまり我慢していたので、こんなことになったのです。これを治すにはイタチさんに思い切りおならをさせるより仕方はありません。やれやれ、みんなのものはため息をして顔を見合わせました。そしてやっぱりイタチは呼ぶんじゃなかったと思いました。